青コーナー挑戦者ハンサムシルバースギーター。ハンサムシルバースギーター。パチンコアラアミナカシロさあ、いよいよ始まりました。本日の第1試合、さあ、ここに至るまでがやたらと長かったこの試合。グラーッ、鼻にですよ、あれ。グラーッ、ペイントしたぐらいで、こう、果たしてシルバースギーターが強くなってるのかどうかなんか、全く変わりがない感じです。グラーッ、ピカサのキック。すごい姿勢の揃い方でしたね。東野、さあ、こんなことできるのか。おお、さあ、目が痛い。早くやれよというお客さんの声があるんですけど、なぜかカウント2が数えられる。さあ、レフリー絡まれて嬉しそう。あ、レフリーが払います。あー、おー、セキュリティー。あの、シルバースギーターの時はね、小橋健太に囲まれましたからね。さあ、おっと、さあ、さあ、ボンビーフリップ。あ、返す。さあ、いけ、チャンスや。ストロークが非常に短いチョップですが、前はあかんぞ、前はあかんぞという声が飛んでますが、弱い落としよう。ここですごい角度で決まった。7分39秒、ダイビングヒップアタックからの片指固め、シルバースギーター選手の勝ち。すごい高角度でしたね。